おお、リアル鹿ですよ、リアル鹿ですよ。スペースモンキーズ TV。えいよ、エンジョイ YouTube。 今日はね、まあ富士山の近くの、まあ富士山そのものはパワースポットなんだけど、金のパワースポット神社、これを発見した。だから今日そこへ行ってみた。今日ロケだね。じゃあ早速行ってみよう。ちょっと暗いかもしれないけど、あらら山神社、あらら山神社でいいよね、合ってるよね。そう、あらら山神社に来ています。ここが、元宮っていうのがあるんだけど、まあ、元宮は結構一般の住宅もあるようなところにある、まあ誰でも簡単に行けちゃうところ。でもう一つは奥宮っていう、まあ二つあるんだけど、その奥宮が結構その富士山の2合目まで登らなきゃいけないっていう、そういうところだから瞬間移動っていうのは車がないと難しい。じゃあ早速行ってみよう。行きますね。すっげー、すごいね。もう昔からあるようなそういう風情、すごいね。この何個の鳥居をこうくぐって入るんだけど、多分画像上すごい鮮明に映ってるように見えるけど、実際自分の肉眼で見ると結構暗いんだよね。はい、こちら、あ、すごい竜だね。これあの手を洗うところの手水のねところなんだけど、やっぱりレイラインって言って、まあちょっとまあ鹿島神社富士山を結ぶライン、まあそれ皇居もあるんだけど、それを結ぶラインがレイラインって言われてるんですけど、まああとはその竜の脈っていう風にかとも言われてる、うん、だからこそこういう水の超パワースポットのところにはまあ竜の吐き出し口っていうことがあるのかな。そんなことを感じざる感じてしまいますよね。荒山神社、大山積みの狼と。はい、じゃあここが元宮っていうところになります。次はね、奥宮っていうところに行きますので移動しますね。それでは瞬間移動。いい感じだよ。我々は林道を進むため、なるべく低速で事故らないよう野生動物に十分注意しながら進むのであった。いやー、でもマイナスイオンすごいね。パワーを感じるよね、もう。もうすでに空気が冷てえし、誰もいないし。いやいやいや、こっから 8. 何キロですか。もうなんかカーナビには乗ってないですよ、この先。はい、ってな感じで瞬間移動っていう名の車に乗って、ちょっとそこの、まあ、入り口の林道の付近まで来たんですけど、ここは有名なというか、その入り口に差し掛かる中野茶屋さんっていうところ、うん、ここを目印に左に今入っていくところなんだけど、下手すると、まあ、今、まあ、撮ってるのは10月なんだけど、11月に入るとここの林道が全線通行止めになる可能性が出てきているので、十分そこは調べてきてください。熊出没注意の看板の紙、いやー、そういうところなんですよ。では先に進んでいきたいと思います。今ですねー、うわ、富士山2合目ですね。おー、リアル鹿ですよ、リアル鹿ですよ。結構登ってきたね。8キロなんつったから大したことねえなーと思ったら、あれ、あったあったあった、行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ、はい、あー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 、危ない。はい、はい、来た。12 Monkeys Project 12なん